第14戦は台湾省道である。彰化県彰化市中彰港を起点に、草田室、堀、武者を経て、南投県神愛郷屯原至る本線のほか、甲、乙、平、長という4本の支線を持つ。当初本線は田室原から、農鉱山の峠部を越え、花蓮県秀林峡の道門に抜け、仁寿で第9兵線と接続する計画だったが、田室現以東の部分が未開通のまま、2009年11月19日に田室現仁寿間の建設計画は廃止された。なお計画中の路線のうち、武者から道門までの区間を武者道門線と称していた。この区間は新中部横岸航路計画に含まれる。南投県神愛郷の武者を起点とし、花蓮県秀林峡の大雨嶺を終点とする支線である。全長 41.533km。中央航路武者支線の別称である。地元では建設当時の通称、武者供給線や、その略称、武者支線が今でも通用している。彰化県噴煙郷の八代口を起点とし、南投県南投市の第3本線との交差点を終点とする支線である。全長 18.29km。彰化県彰化市の三村荘を起点とし、同県同市の第14本線との交差点を終点とする支線道路である。全長 2.882km。道路名は、明橋路、正式な路線名は第14兵号であった。彰化県噴煙郷の利民橋を起点とし、南投県南投市の第3高線との交差点を終点とする支線道路である。全長 10.156km。ありがとうございます。